僕は緊張するな。ちゃんとサインもらえるかな。練習しておこう。すいません、大ファンです、サインください。違うな、大ファンです、サインください。よし、こんなもんか。次の特急は14時ね。すいません、どうされました。14時発の特急ライラックに乗るんですけど、緊張しますね。緊張、お客様は特急で酔ってしまうんですか。そんな緊張じゃないですよ。え、僕アーティストさんと初めてなので。どなたかアーティストさんがライラックにご乗車されるんですか。何とぼけてるんですか。特急ライラックの車内にミセスグリーンアップルさんがいるんですよね。どういうことですか。特急ライラックって JR 北海道とミセスのコラボイベントなんですか。お客様、はい、本日特急ライラックでそんなイベントは一切ないですね。え、ない、申し訳ございません。嘘つけハンターは嘘ついてるんだ。絶対にミセスグリーンアップルと会うんだから。ちょっとお客様、ちょっとちゃうんかい。絶対ホームにミセスはいるはずだ。あ、ほら来た、ミセス発見。すいません、もしかしてミセスのキーボードの藤沢さんですよね。は、何言ってんの、あんたこれ以上私に絡んでくるようだったら引っかくわよ。うん、すいません。あれ、そっくりなだけかな。まあ、車内に乗ってればライブは始まるはず。よし、まだかな、まだかな。お客様、はい、駅員からも聞きましたが、本日特急ライラックでイベントことはございません。なんでライラックって名前つけてるんですか。ライラックは札幌の木として知られている北海道に咲く紫の花なんです。なので特急にライラックって名前をつけたんですね。じゃあたまたまミセスと同じ名前だったってことですか。はい、ちなみにライラックってどんな歌なんですか。過ぎてくんだ今日もこの寿命の通り節よ。